まあ、ブラウザゲーとかね、いわゆるもうアプリゲーっていうと、まあ、それとはカンコレぐらいですからね。うん。で、それももうすっかりやらなくなってですからね。まあ、どっちかというと、もう完全に YouTube が、その代替になってるんですよね、うちの場合は。YouTube の編集して、そのニコ動をね、アップロードしてって、いうのが、楽しいんで、結局、これがゲームの代わりになっちゃうんですよね。うん。編集して、つってね。うん。だからまあね、編集しとったらね、腰も痛くて、目も疲れて、疲れることもあるけど、まあ、それゲームも結構一緒じゃないですか。腰痛くなって、目疲れてて。ね。うん。ですから、言い方変えれば、ね、お金を払ってゲームをするのか、お金がもらえるかもしれないよってゲームやってるかと、差ですよね。で、ね、よくあるじゃないですか、ね、こんなに稼げる、こんなに稼げるよ、うん。日本のすごいゲームって。日本語喋れてないよみたいな感じのね、怪しいね、ペイペイでこんなに貯まるよみたいなね。遊ぶだけでお金ザックザックみたいなね、こと言ってるゲームとかありますけど、怪しいねやつとかありますけど、あれをね、とかでやるんだったら、もらえるかもしれないよって言ってね、こっちの方やった方とかね、うん、全然ありだと思うんですよ。うちはね、そうやって思うんで、なんで、まあ、ゲームやる時間が完全にニコ動とか、その YouTube の、動画活動に当たってるなってことですね。まあ、どうせ、その、ね、この前も、その、京都丹後鉄道に行ったりとか、ね、大江駅と大江駅間違えちゃったとかって言って、あんなことやってるじゃないですか。あれって、その、動画回すためにやってるっていうのもありますけど、うちの場合は動画回してなくなって昔からそういうことやってたんで、それこそ、その、2009年に始める前からですよね。うん。始める前から行ったりはしてたんですよね。うん。弾丸旅行みたいな感じでね、ドーンと行って、写真だけ撮ってきて、みんなに、友達周りにね、見せて、何やってんねんっていうね、言葉だけをもらうっていう、こととかやったりとかしてたんですけど、うん。そういうのとか、やってた流れからの、YouTube、まずニコニコかニコニコの解説だったんでね。だから別に、今、多分 YouTube やニコとやってなかったので、ああいうようなところ出かけてとかそういうことやるんですよ。じゃあ、もうついでにね、撮ってしまえば、ね、あれですし、それでね、ちょっとお金がチャリチャリするんだったらラッキーってね、なります。で、今も言ったようにね、ニコ動さんの方がね、ちょっとチャリンチャリンが入ってくるようになって、まあ、ね、わけのわからんゲームで、ね、その3000円、稼げるようになるのが、いつなのかわかりませんけど、うん。こっちは、そういう感じで結局、入ってくるようになりましたね。これは、非常にありがたいですし、ちょっと、ポジティブになりますよね。YouTube の方もね、ダブルブースで、ね、もう同じやつで上げてきます。あとは、ニコ動の方のが、その、継続して、ね、見やすいような、やっぱ、システム構築が、できてるんで、まあ、もともと相性がいい作りになってましたからね、うちのやつが。終わりね。よいしょ、さあドリンク買ってきましょう。何の話してたんだっけ。怖いね。もう忘れてるもんね。ブラウザゲゲーム実況やってたねっていうところは何話してたっけ。怖ー。不説確認で暗くて歩行者見にくいなってふって思ったらもう抜けてますからね。こんなもんでございます。思い出したらまだ帰りに追加で撮っときます。